tooshy.net。おはようございます、今朝は初の湖でのワカサギ釣りです。いや、早速1匹釣れました。でもこの手返しの悪さ、リールじゃないとむちゃくちゃこれ棚が深いのでむちゃくちゃやりづらいっすよ。これこんなワカサギでリールじゃないっていうのはこれもう最悪かもしれないですね。絡みやすいし、まあ竿一本でよかったな2本いらねえな。1本でよかったな。おお、来た。よし、来ましたよ。ほら来た。さあ、時間は9時半ですけど、途中の昼飯タイム、昼飯じゃないな、なんだ、何飯っつうのブランチかな、ブランチとも言うかもしれないけど、この時間に食べてしまいます。よいしょ。ん？橋がない？嘘、マジ？橋入ってない？嘘、本当？ちょっと見て。手づかみでラーメン食えねえな。やってくれるな、セブンイレブン、あのやんちゃん。マジかよ。マドラーで食べる。マジかよ。ふざけんなよ。どうやって箸なしで食うんだよ。やってくれたな。もうこの棒しかないよね。じゃあカーリバンコで食べる。カーリバンコっつうか、うん、一本で食うか。いや、日本がいいっすよ。お、来てる。もしかして来てる。もしかして来てますよ。置き竿にしてたら来てたよ。コンビニのあんちゃんが箸入れ忘れたんで、コーヒーのスティックでこれ食べます。ワイルドだぜこれでもこれコーヒー買わなかったらアウトだったよ。
まだ麺が硬い、かき回せないって、これぞアウトドアだね。お、2匹かかってました。来てるよ。おっしゃおっしゃ、私の席。お、来た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 、ほら来た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 。この辺りはやっぱりあれだな、キスとも違うし、キスなんかよりもはるかに弱い、海の魚とは違う。お、すげえすげえすげえ、残念だ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。渋くなってきたね。気合が過ぎたかな。じゃあレディーが帰ろうっていうのでぼちぼち上がりたいと思います。うちのレディー気難しいので怒らせると怖いですから、あと1匹釣りたいな。来てた。早く帰るって言ってる、はい、了解。カラスも帰れと言ってるのか。よし、すいません、すいません、もう帰り上がります。もう十分です。現在1時半過ぎです、風が吹いたので、一足先に、この人たちよりも早く上がってきました、初回なのでまああの手返しの悪い道具で、まあ初めてなんでとりあえず釣れたというだけでいいんじゃないかと。どれぐらいかなこれ、20匹から30匹弱ですね。まあこんなもんじゃないですかね。まあまあ楽しみました。また次回はリールをちゃんと用意して
自前の竿でやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。画面の赤いボタンをクリックしてチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。